はい、それでは講義7回目です。アンモニアの噴水実験ですね。左の図を見てください。これは従来のアンモニアの噴水実験の図です。フラスコ内にピンク色の液が上向きに吹き上がるんですね。これはアンモニアを利用した実験ですが、こういう実験をですね、マイクロスケール実験でやろうということです。まあ狙いは小規模にする、材料を少なくする、一人一実験ができる、どこでもできる、まあそういうようなアンモニア噴水実験について説明します。これはね、ナリカから販売されている実験道具を使いたいと思います。これは京都教育大の元の教授の柴原先生や、四川の時大学の佐藤よし子先生らが開発した、実験道具ですね。小さな丸底フラスコ、注射と、まあ注射器ですね、まあこれも小さい50ミリリットル用の、それから、ノズル付きの、ノズルのこういうね、肺のようなこういう、付きのゴム栓ですね。それから試験管。で、アンモニア水、まあ、小学校で薄いアンモニア水売ってますが、それではダメですね。28% の濃いアンモニア水。アルコールランプ。ね。フェノールフタレン液などを使います。実験方法ですが、まず、ここは離れてますよ。フラスコにですね、これはですね、試験管にアンモニア水を入れます。そしてガラス管付きのですね、ゴム栓をつけますね。そしてアルコールランプで熱していきます。するとアンモニアが温度が上がりますね。アンモニア水の温度が上がるとですね、気体の場合はですね、水に溶けきれなくなって泡として出てきますね。だからこのフラスコとこのゴム栓の試験管は、これこの間離れてるんですよ。この中にですね、ブクブクと泡が出たのをこのフラスコ内に溜めるわけですね。ボコッと沸騰しないように気をつけてくださいね。ボコボコッと出て、そして集めるわけです。で、集まったかどうかはですね、ここから溢れ出るアンモニアによってですね、強烈な匂いがしますんでね。それは出過ぎということになりますから、もうすぐにそれやめるわけですね。こういうことを、フラスコにアンモニアの気体を集めることと同時にですね、まあ先にしとった方がいいかもしれません。注射器に、注射と、あの、注射器にですね、フェノールフタレン入りの水を入れておいて、先にノズル付きのゴム栓をセットしておくんです。まあ、どういうことかというと、これですね。この注射器のこの中にですね、フェノールフタレンの入った水を入れておきます。そして、これはゴム栓で、これがノズルです。このノズルとゴム栓と注射器をセットするんですね。はい。ここが、ね、注射器。フェノフェタレン水溶液。これノズルですね。ピタッと合わせて、ノズルね、ゴム栓、セットしておきます。そして、フラスコにアンモニアを集めた。そういうアンモニアが入っているフラスコを素早くくっつけるんです、ここをね。ぐっとこう、くっつけます。そしてですね、注射器をちょっと押して、こっからですね、まあ、フェノフタレン入ってますね。それを少し出します。するとですね、それは合図にしてですね、この残りのフェノフタレンがわーっと入っていくんですね。赤色になって。噴水が起こるわけです。
アルコールの噴水の実験の様子はここに出ています。ね。なぜ赤い噴水が起こるのか。これアンモニアのどんな性質が関係してるのかなということですね。アンモニア水にはどうだったかな、溶けやすかったかな。アンモニア匂いや色はあったかな。アンモニア空気と比べて軽かったかな、それとも重かったかな。アンモニア水に溶けたら何性になったかな。フェノフタレンは何色になるときは何性なのかな。まあそういうことが関係する実験です。はい。このね、二酸化炭素と酸素と水素とアンモニアのこういう表にしてですね、それぞれの特徴、これを覚えとってほしいですね。まあ、基本的な、二酸化炭素はですね、水によく溶ける。あるいは溶ける。うん、という呼ぶ方もいますね。酸素はわずかに溶ける。水素は水に溶けにくい。アンモニアは非常によく溶ける。このね、言葉によってね、数字を覚えてなくても非常によく溶ける。アンモニアは一番よく溶ける。水は、まあ、溶ける。あるいはよく溶ける二酸化炭素。で、わずかに溶ける酸素。溶けにくい水素、こうなりますね。そういう表現でですね、溶けやすさの順番がわかるでしょ。重さもです。気体の中で一番軽い水素。空気より軽いアンモニア。空気とほぼ同じ。そう、同じですね。酸素。酸素と窒素で空気ができてるわけです。空気とほぼ同じ。まあ、少し重いかな。酸素。で、空気より重い二酸化炭素。こういう呼び方でね。それから二酸化炭素は石灰水を白く濁らすとか、水に溶けて酸性になるとか、無色無臭。で、作り方も覚えとったですね。炭酸カルシウムに無性塩酸。石灰石に無性塩酸。大理石に無性塩酸。貝殻、チョークとかね。無性塩酸をかける。酸素はですね、二酸化マンガンに過酸化水素水、オキシドール。これ、燃えるのを助ける働きがある。無色無臭。水素は自ら燃える。これ、金属にですね、薄塩酸ですね。亜鉛やマグネシウムや鉄なんか。アンモニアは、刺激的な匂い。水溶けで溶解性。塩化アンモニウムに水酸化カルシウムを入れて加熱ですね。まあ、こんな風に表にしておくといいですね。で、アンモニアの性質はどういう性質があるかな。そして、それが、どう働いてですね、この赤色の噴水になるのか。ということで、今日の課題はですね、なぜアンモニアによって赤色の噴水が起こるのか。ね、今もう説明しましたけどね、それをわかりやすく、言葉で、書いてください。またこの実験のですね、感想をですね、まあ、800字を超える量でですね、述べてください。これが今日の課題です。